写真拡大、全2枚。セリーグ、阪神6から3中日、24回戦、中日14勝9敗1分、29日、甲子園今日で終わらせん。阪神が中日を6対3で下し、今季最長タイとなる怒涛の5連勝で、3位広島と勝率5割で並んだ。30日の最終中日戦、甲子園に勝てば2年ぶり8度目のクライマックスシリーズ CS 進出が決定。引き分け以下なら縦島を脱ぐ鳥谷敬内野手38が奇跡を起こす。勝利の瞬間はベンチで、今季限りで引退するメッセンジャーの隣にいた。トライ一筋16年、苦楽を共にした仲間たちとグラウンドで1試合でも長くプレーしたい。思いは一つだ。この日はチームにとっても大事な一戦だったが、同級生のメッセンジャーの引退試合でもあった。先発して1回、先頭の大島を空振り三振に仕留めて、ベンチに戻ろうとした助っ人右腕に花束を渡したのは鳥谷だった。4-0 の6回、石満塁で代打出場するも2ゴロに倒れたが、一塁へ全力疾走。併殺を免れるとスタンドから大きな拍手と声援が送られた。鳥谷は野球を続ける上でのモチベーションとフルイニング出場にこだわり、遊撃手としては歴代最多の667試合連続フルイニング出場を達成した。試合終了の瞬間までグラウンドにいたい。メッセンジャーの一番の理解者でもあった。そんな2人が今季限りで同時に虎のユニフォームは脱ぐ。メッセンジャーは体力の限界を感じて引退するが、鳥谷は球団の引退勧告を拒否。他球団に移籍し現役続行したい考えを伝えている。2005年以来のリーグ制覇はならなかったが、CS に出場すれば日本一になるチャンスはある。4年にドラフト自由枠で入団。翌年、2年目の岡田監督時代にリーグ制覇を達成した。あの時は僕は先輩たちに連れて行ってもらったという感じでした。当時をこう振り返っていた。今年もレギュラーではなく代打出場となるが、チームの精神的支柱としての役割が待つ。22日の DeNA 戦、甲子園で先制打を放って今季初のお立ち台に上がり、残り4試合、自分たちができるのは全部勝つこと、最後まで応援お願いしますと叫んだ。最終目標は下克上での日本一、あと1勝、まずは勝って CS 出場を決める。まだまだ虎のユニフォームに別れを告げるつもりはない。三木健治、データボックス。阪神が今季最長タイの5連勝。8月20日の DeNA 戦、京セラから同24日のヤクルト戦、神宮以来、今季2度目、68勝68敗6分けとし、7月8日以来の勝率5割に復帰。3位の広島は70勝70敗3分け、勝率5割ですでに全日程を終了。阪神が30日の最終中日戦に勝てば、69勝68敗6分けで勝率504となり、広島を抜いて3位に浮上。引き分けの場合は勝率5割で並ぶが、同率の場合、セリーグの規定で勝利数の多い方が上位。70勝の広島が3位となる。